日本坂トンネル火災事故とは、1979年7月11日18時40分頃、東名高速道路の日本坂トンネル下り線で発生した多重衝突事故を原因とした車両火災事故である。衝突事故の被害者のうち4名が、即死、3名が車両から脱出できずに焼死し、2名が負傷した。合計173台の車両が、 トンネル内で火災に巻き込まれて消失し、沈下までに約65時間を要すなど大きな被害を出した。1979年7月11日18時40分ごろ、東名高速道路日本坂トンネル下りトンネル内、出口から400メートル地点で乗用車2台と大型貨物自動車4台が絡む追突事故が起きた。直前に、八重洲川の出口の近くで、 大型貨物自動車2台が接触した小さな事故が発生してトンネル内でも渋滞が発生していたがこれに気がついた名古屋ナンバーのトラック A が急ブレーキをかけたしかし後続の大阪ナンバーのトラック B が前方不注意で避けきれず A に追突このトラック B に乗用車 C が追突後ろを走っていた乗用車 D は追突した3台を左へ避けて トラック B の側部に接触して停車。乗用車 C の後ろを走っていたトラック E はなんとか停車したが、これにトラック F が時速 100km で追突した。トラック F によってトラック E は前に押し出され、乗用車 C はトラック E に押されてトラック B の下部に車体全体はめり込み、乗用車 D は車体後部をトラック E に潰され、漏れたガソリンが発火。 蒸気の多重衝突で、トラック B と F の運転手、乗用車 C の2名が即死、乗用車 D の3名も脱出できず消死した。合わせて7名が死亡し、加えて2名が負傷した。事故車両の合成樹脂や松屋にといった、可燃性の強い積載物も,も災いし、火災は、トンネル内で道を塞がれた頂上した後続車に、次々に燃え広がった。トンネルは、スプリンラ設備や、 排煙装置など当時としては最新の消防用設備を備えていたが火星が強すぎて有効に機能しなかった死亡者以外のドライバーや同乗者たちは全員無事に避難できたが沈下まで65時間を要したなお名古屋テレビ放送の大型中継車もトンネルの中央部分で停止しテクニカルディレクターやカメラクルーは煙に巻かれる前に カメラ機材などすべて放棄し避難したという。この中継車を含めて173台の自動車が消失するという大火災となった。日本の道路トンネルにおける火災として史上最大規模の事故である。事故当時、トンネル情報版は日本坂トンネル手前にある小坂トンネルからさらに約500メートル手前に1機設置されているのみだった。 小坂トンネルと日本坂トンネルの高校はわずか60メートルしか離れておらず、情報板を設置してもドライバーが視認できないと判断され、日本坂トンネル入り口には設置されていなかった。このため日本坂トンネル内にいた車両はもとより、入り口から約800メートル手前の間にいた。車両にも侵入禁止を告知する手段が全くなく、後続車が火災に巻き込まれたことが、 被害が大きくなる一因にもなった。火災時にマスコミ各社の取材陣は静岡口に集中し、取材を試みたが、風向きの関係で静岡口からの廃炎が続いており、トンネルの中に入ることができなかった。しかし静岡放送のカメラマンや静岡第一テレビのカメラマンが、焼津口からの取材を観光、トンネル内に侵入し、火災直後の貴重な映像を収めた。 その映像から判明したのは火災の影響で照明が消えたためトンネル内は暗闇だったこと、スプリンクラー設備が全く役に立っていなかったこと、焼けただれたトンネル内装、そして他からの放水がない中県名に消火活動を行っていた消防隊員の姿であった。静岡第一テレビ10年史によると同社会局年の1979年は、 テレビの報道取材に使用するカメラがフィルムカメラから VTR への過渡期であったという。開局から11日目にして発生したこの大事故取材に際して、系列キー局の日本テレビからは VTR による取材を念頭に置いた指示や要請が様々寄せられたようであるが、当時はまだフィルムカメラでの取材が幅を効かせていた時期であり、在京局など機関局では、 VTR カメラの整備が進みつつあったものの、地方局では更新に巨額の予算が必要とされたこともあり、取材、撮影から放送に至るまでにある程度の時間を要していた。翌年に同じく静岡市で発生した静岡駅前地下街爆発事故での取材と合わせて、地方局での報道取材にも VTR が導入される一つのきっかけとなった出来事であると言われている。 当初はすぐに沈下し、復旧できると思われていた。しかし、火星が強すぎて、有効な消火活動が行えず、トンネル内は数日にわたって、炎上を続けた。沈下した後には、トンネル内のコンクリートが崩れ、鉄骨が湾曲していた。炎上したトラックの一つに積んであったマグロが燃え尽きて、骨だけになっていたなどの被害が、次々と明らかになっていった。 この事故で被害を受けた車両は、その後、清水インターチェンジ内の空き地に一旦移動、収容されたが、その後数年もの長きにわたり、同じ場所へと留め置かれたままとなった。被害車両の所有権や処理についての問題が、解決しなかったためとされているが、風痴的な問題も指摘されていた。その後、処理のめどが立ち撤去され、現在その場所は、立体交差式の入りデロとなっている。 東海道の大動脈である東名高速道路が一週間ほど通行止めになり7月18日に上り線を利用した対面通行で仮開通したものの完全な復旧は事故から60日後の9月9日となったこの影響で静岡県内の国道1号国道150号などの平行道路や当時全通していなかった中央自動車道の三通区間平行道路では 数十キロメートルにも及ぶ大渋滞が発生し、物流に多大な影響を及ぼした。また、この渋滞により、プロ野球の南海ホークスのユニフォームや野球ドームを積載したトラックの到着が大幅に遅れ、後楽園球場で開催される予定だった、対日本ハムファイターズ戦が試合中止を余儀なくされるという出来事もあった。この事故を教訓にして、 トンネル内での防災設備の重要性が再認識された。事故後の対策として、消火設備と換気装置が改良され、長距離トンネル内の速度制限と車線変更禁止が行われた。また、前室の通り情報告知の不備により、事故の発生を知らずに侵入した車両が多く、事故規模を大きくしたことから、小坂トンネルと日本坂トンネルの直前に4棟、 式トンネル用信号機とトンネル情報板が一箇所ずつそれぞれ増設された。これらの対策はモデルケースとなり、その後中央自動車道江奈山トンネル、九州自動車道福知山トンネル、金剛山トンネルなどを皮切りに同様の災害対策が必要とされる長距離道路トンネルに施行されていった。現在はトンネル周辺の拡幅工事に伴い、当時の速度規制、 車線変更禁止規制は解除され、また事故が起きた下り線トンネルも1998年に改築され、上り線に転用されたことから設備が変更されている。珍しいプロ野球の中止66年前には、監修グラウンド乱入新幹線普通の例も、スパニッキーアネックススポーツ日本新聞社、https www スパニッキー COJP、 ベースボール、ニュース、2018、07、06、記事、2018万 706S0001173186000、CHTML2018 年7月7日、閲覧。ありがとうございます。